以前か話をしていたタモリさんの自宅に自称隠し子だったかなが来た話をまた聞きたいです。これ僕したのかな、タモリさんが知ったんじゃないかな。あのいいともの、はいはい、あの後説で、あだってジョニオだってさ、タモリさんの家の前に49日間いたんだからいやね、タモリさんだとかさんまさんだとかたけしさんだったら、はい、もう変な人いっぱい来ますよ。あ弟子入り志願だとかね、はいはい、まあ、タモリさんの場合はまあちょっと、変な人で女性だったらしいんですけども、へ、20代の私はあなたの子供ですって来たんですで警察呼んで帰ってもらったで変な人来るんで、春になると来るんだ。僕の家の前にもずっと座ってた男の子いましたよ。なんかわけわかんないこと言うんですよわっきょうわかんないこと言うからおかしいなと思って、へ、でまあ警察呼んで、あ、はいはい、でも引き取ってもらって、へ、あれもびっくりしましたよ。次はですね、僕ね朝ねなんかうなり声が聞こえるんですよ。僕ラジオで起きてたの一時、はい、お経みたいなねなんか聞こえてくるんですよ。うわってうなされて、って起きたの。そしたらラジオから具志堅用高さんの冠橋の歌が流れてて、具志堅さんの歌でうなされてたの。あの時も疲れてたんだと思うんですよ。だからやっぱ疲れてる時ってダメですね。で夢で言うとね、僕がね一番覚えてるのはね、小学校上がる前、ずっと黒い影みたいなのに追いかけられるんですよ。で僕逃げてもその黒い男みたいなのに追いかけられるっていう夢、はいはい、あれ時々見ますね。へえ、あと夢で言うとね、はい、これがやっぱりね疲れた時っていう、あそこ行ったんですよ、もしもツアーズで、はい、水芭蕉を見るところ、尾瀬、はい、遥かな尾瀬、はいはい、で尾瀬って僕さすぐ入れると思ったのよそしたらさ3、40分かけて降りてくるわけ、はい、で降りてってなおかつその水場所を見るまでべひんや歩くのよさあじゃあ今から振り向いてくださいっつってさ、もうねキャインとさみんなでさせーのパッつってさ、しょぼいんだよ俺もうわーってあるのかと思ったらちょいちょいあったの。でもさ、おーおーってさ、まあ、とりあえずでも水場所がこんだけあんならすごいなね、そんだけ歩いてきたから期待値が上がっちゃったんで、いや普通に見たら素晴らしいですよ。帰るわけですよ、でまた延々歩いて帰るわけよ、木の上をね。今度は上りなんですよあの40分ぐらい降りてきたところスーッとで帰りの車の中でもうーって寝てて、それで家帰って寝ました。そしたら観光金の舞台なんですよ、あれが、あ夢の中 で、はい、で俺セリフが一切出てこないのおーおーって言って、それで舞台から土下座して、はい、ごめんなさいって言って払い戻しいたしますって言って、それまではねそこまでいかなかったんですよ。あの舞台でね自分だけセリフ覚えてないっていう、あれ俺なんで昨日台本もらったのに みんな覚えてるのって、そういう夢見てたんですよ、はい、でもなんとなく、はい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 、そっからふわーっとこう、あ夢だったっていう、あ、ええ、土下座して謝ったまではなかったのよものすごい疲労でそうそう、もうあれはびっくりしたねものすごい通な人マガイ進さん、総即答のモノマネをよろしくお願いしますこれはね、僕が卓球好きだったんですよ、はい、高校の時に。で卓球部の人と一緒に練習してて、卓球が好きだった時に名古屋で世界卓球が開かれたんですよ、はい、でその時に
曹操刀っていう中国の世界チャンピオンがいたわけ、はいはい、ところが中国がね国交を断ってた時だったんですよ。あ何年か、はいはい、でその国交が断ってたのがなくなりまして、今回の世界選手権に王国中国が参加するって言って、それで曹操刀っていうのはなんか10年ぐらいチャンピオンだったんですよ。もう無敵だった、もう無敵のチャンピオンもうそれを見たくて、はいはい、フォアとバックが、まあ、こうペンホルダーってこういうやつなんですけども、はい、もうもうほんのいいんですよところが曹操刀が国際社会で戦ってない時にヨーロッパがペンホルダーじゃなくてシェイクハンドね、あ今みんなこれじゃないですか、はい、そうですね、でそれでしかもループっつって普通こう打つのにあのヨーロッパの選手は下からグーッてこういうトップスピンにグーッてくるんですよ。でこういうふうに回転が多いと落ちてから低いんですよ。あこうなんないんですよ、ピューンって、はい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 、こうなってるから、はいはいはい、で曹操刀はそれ知らない時にそれが世界の主流になってたんですよ。だから曹操刀がそのベントソンっていうねあのとかその、スウェーデンとかドイツの選手とやパッパッてやるともうこう来てたやつがこう来るわけですよ。だから曹操刀が全部空振りしちゃう。それであんな強かった人が全く勝てないんですよ。通用しなくなっちゃった。そう。だから僕はこれを悲しみの曹操刀ってもうねやってたんですよ。全然受けないのよ。誰も知らないし。そしたらこの間水谷選手にこれやったら知ってますよって言って水谷さんだけ分かってくれたの。悲しみの曹操刀。多分これスポーツマンシリーズでは、はい、ソ連の頃の。はい、女子バレーのフローターサーブっていうこうふわーってくるんですよ。こう浮いてくるんですよ。それからブルガリアかな、逆回転サーブって言うんですよ。ほう、こうやってこうバーンって天井高く上げるの。ああ天井サーブ。そうするとこうくるでしょ、はい、そうすると普通はさ何秒かでさパーンってきたのポーンってやればいいじゃん、はいはい、ずっと待ってる間にさ人間って硬くなるのよ。硬くなってきてこうレシーブがミスするっていうの、ブルガリアの天井サーブ、はい、これも全然受けなかったね。受けないシリーズいっぱいあるんですよ。あとあの人岩波太郎さん、ちょっとさこうこの辺がこう V になっててさストライク取るでしょ、こうやってバーってで、こうやってストライクになりそうになると2つレーン向こう行ってガッてガッツポーズするのそんなに横行くかよって。そう、あの人面白かったな。